こんにちは、ダイレクトインスタジオの広島です。今回はエド・シーランの Shape of You、 こちらのギターの弾き方を解説していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。使うコードは4つです。まずは C シャープマイナー。人差し指で5弦から1弦までの4フレット。そして薬指で4弦の6フレット。そして小指では3弦の6フレット。そして中指では2弦の4フレット。このように鳴らしてください。そして次のコードは F シャープマイナーコードになります。これは人差し指で6弦から1弦までの2フレット、これを制覇します。そして薬指で5弦の4フレット、そして小指では4弦の4フレット、そして鳴らします。これが F シャープマイナーコードになります。そして次のコードは A コード。これは5弦解放、そして4弦、3弦、2弦の2フレット。これを人差し指、中指、薬指。このように押さえてもいいですし、人差し指1本、このようにやってもいいです。そして次、B コード。B コードは5弦から1弦までの2フレット、人差し指。中指で4弦の4フレット、そして薬指で3弦4フレット、そして小指は2弦の4フレット。このように押さえましょう。もしもこの中指、薬指、小指、これを薬指だけで制覇できる方はこのように弾いても大丈夫です。流れでいくと、C シャープマイナー、そして F シャープマイナー、そして A、 そして B コード、これの繰り返しになります。右手の弾き方ですが、いろいろなパターンが考えられます。一番簡単な方法としては 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4、 このように一発だけ鳴らす方法ですね。そうすると、このような流れになります。こうやりながら歌うことが可能です。そして、もう少しビートを加えたい方は、このように、ワイン、エダッとやって、ツーでポンと、軽くパーカッシブな音を加えてあげると、というようなパターンができていきます。さらに裏メロで、というメロディが入っています。これをコードに加えるということも可能です。どうなるかというと、C シャープマイナーを押さえた状態でこれをトンタトンってやってあげるんですね。そして、F シャープマイナーの時はちょっとやりにくいので、僕の場合だと F シャープのマイナーセブンス、このように変えます。6弦2フレット、そして5弦は鳴らさずに4、3、2弦の2フレット。そうするとトップメロディーでこの音、そしてメロディーで1弦の解放が使えるんですね。そうするとタンタンタンに対して次タンタンと解放で鳴らすことができます。そして A コードのこの人差し指を離しちゃえば A になります。そしてタンタンとやってあげる。そして B の時にはこういうメロディーになるので、このように薬指の制覇をやめて中薬小指に変えてタンタン、そして4弦の4フレット、このようにコードの中にメロディーを入れてあげると、というような感じで弾くことも可能です。ぜひ Shape of You 楽しんで弾き語りをやってみてください。それでは失礼します。ダイレクトインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ご応募お待ちしております。